はい、こんにちは、ジャマです。今回はマジバトの動画撮ろうと思います。ということでね、4周年の時に配られた、3枚のね、選べる確定チケットですね。こちらね、ちょっと俺まだ引いてなかったんですが、一応ね、期限がね、あと6日って出てるみたいに、1週間切っちゃったので、ちょっとね、忘れないうちに引いとこうかなということで、今回動画撮ってます。まあ結構前にね、配られたやつではあるんですが、期限のないね、このアニメ30周年の選べる、星5チケットみたいなやつは、新しいキャラクターのね、潜在解放の素材が足りない時とかにも使えるので、コンペン的な、武勇コンペンとかみたいな感覚で使えるので、まあ一応ね、期限ないやつは、必要になるまで選ばずに置いてるんですが、こちらのね、4周年のやつは、あと6日で終わっちゃうみたいなので、今回ね、ちょっと、3枚引いていこうかなと、まあ引くって言っても選ぶんだけどね。で、まあもう引いちゃった人がほとんどだと思うんですが、まあチケットね、これ3枚配られましたよということで、ガチャ自体はね、各属性、心、技、体、陰属性、陽属性と5属性ね、各属性出てるんですが、この選べるチケット3枚はね、共通のものなので、まあこの中からね、3回分しか引けませんよというのと、同じ属性を2回は引けないっていう風になっていて、まあこれもね、もう引いちゃった人からすると関係ない話なんだろうけど、そんなわけでね、心から2枚とか、技から2枚とか、そういう選び方はできないので、どこかの3つの属性でね、1枚ずつ使うことができますよというガチャになってますね。さあ、じゃあこれ、俺がどれを選ぶかっていうことをちょっとやっていこうかなと思います。まあ基本的には持ってないキャラを選ぶで、いいと思いますという感じなんですが、そうだね。でね、メインキャラまだ揃ってない人とかメインキャラ選んでいいと思うんだけど、そうじゃない人はサポートのが出にくいから、持ってないサポートを選ぶとかってするのが基本的にはいいかなという感じですね。で、まあこうやってね、引こうとすると選べますよという風に出てきて、一覧の中で未所持のキャラに関してはこうやって未所持だよっていう風に、表示があるので、それを見ながらね、選ぶといいんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、もうちょっとでランク上がるんだよな、使ってるキャラとかっていうのがいれば、それを選ぶのもあり、かなという感じですね。そうですね。まあ、ただ、俺の場合は、今回はね、素直に未所持のサポートを選んでいこうかなと思っていて、心属性に関しては未所持サポートが3枚ですね。まず、ヨーダ。こちらは心のね、復活のやつですね。まあでも、潜在解放や大覚醒は来てなかったはずだし、今後もちょっとヨーダに来るかって言ったらちょっと怪しいので、そこは選ばずに行こうかなと。いうことで、まあそうだね、ユキナか、ユースケ&ケイコか、心から選ぶならこの二人の二択かなと思ってますという感じですね。まあ一応ね、全部見てから決めましょうか。技の方見ていきましょう。技で、まず持ってないのは休日疲弊ですね。こちら非ダメージ減少と妖力アップということで、まあ妖力タイプの技属性につける感じなんですが、まあちょっと妖力タイプっていうことで優先順位は低め。そして技で持ってないのはこの疲弊だけですね。なるほどね。まあだから技で選ぶなら彼になるのかもしれないけど、そもそも、他の属性から選ぶ方がいいかもしれないということで、見ていってみましょう。対属性。こちらは俺持ってんだね、一応。選べるの選択肢の中のカードはみんな、カードというか、キャラはね、みんな所持できてるみたいなので、まあ、対属性の優先度も低めかな。次、陰属性見てみましょう。陰属性は、三者三様、木戸海斗、柳沢、ここがいないですね。木戸海斗、柳沢はね、まあ、あとメインの兄者もいないんだけど、選ぶなら、サポートかなという、の優先度上かなということで、木戸海斗柳沢かな。木戸海斗柳沢はね、ワンチャンメインキャラで来ねえかなっていうのも思ってるんだけどね。一応必殺技1、必殺技2、固有オートスキルって形で3人の能力を振り分けてくれれば、ワンチャンメインキャラで、今回のね、はぎり神谷先生みたいなパターンで、出せないかな。この3人のメインキャラ欲しい気がするんだよな。といったところかな。で、最後に陽属性ですが、
こちらに関しては、あ、みんな持ってるね。ということであれば、陽属性、体属性は一応選べる選択肢の中のものはね、みんな持っていたので、この2つを除外して、心、技、陰属性から、持ってないサポートを選んでいくという形にしようかなと思います。ということで、まずは陰属性の方で、キロカイト柳沢、こちらからね、選んでいこうかなと思います。OK。さあ、まあここはね確定なんで気楽に引きましょう。まあまあまあ、どんなカットインが来たところでね、 OK ですよという感じですね。はい、すごいすごい、三者三様、キロカイト柳沢ゲットですね。まあとりあえずね、今の時点では G ランクなので、使うかと言われればね、一応コレクション埋めと総合力アップだよという感じではあるんですが、まあ期限内に使えず終わるよりはね、使っていこうという感じですね。これでほら陰属性消えたので、まあ選択肢からは外れましたよと。じゃあ次はね、心選びましょうか。心に関してはね、ぶっちゃけね、属性同じ属性から2枚選べたらね、ここで2枚選びたいぐらいなんだけど、そうだね、ゆうすけ傾向、余ダメージ増加と揚力アップ。ユキナは必殺技の非ダメージ減少と非ダメージ減少なんだよね。まあ揚力パやってないから、ユキナの方が使う可能性はあるんじゃないかなという気もするんだけど、でもね、タッグのサポートの方がちょっと強いんじゃないかな。そんなことはないのか。そうだね、これはユキナの方を選んでおこうかな。 OK。 さあ、お、屋根があってオーラも大、素晴らしい演出だね。これ普通のガチャで来てくれたら文句なしなんだけど、残念ながら今回は中身まで含めて確定だからね。まあ残念なのか安心なのか、なんとも言えないところですが、ユキナゲットですという感じですね。OK。さあ、これでね、2枚使いましたが、あと1枚ラスト。体属性、陽属性はもう一応、未所持はいないので、技ですね。こちら引いていきましょう。うん。まあ、いいでしょう。休日疲弊は、非ダメージ減少と揚力アップということなので、まあ、ちょっとね、欲しいかって言われたら、って感じではあるんだけど、まあ一応ね、期限切れちゃってももったいないんで、もらっておきましょうぐらいの感覚ですね。さあ、3枚目。演出は比較的しょぼめですが、まあ安心して見てられますねということで、休日費ゲットですと。はい、というわけで、まあ今回ね、俺は、まあ期限も1週間切ったことだしということで選んでみましたが、まあシンプルにね、未所持の3枚サポート選んでみましたよという感じでしたね。まあそういう意味で言うと、陽属性とね、体属性に関しては一応みんな持ってたので、選択肢はね、少なくて迷わず選べたかなという感じですね。うん。で、こちらのね、30周年の方とか、まあ、ゴールデンウィークのやつとかもね、未だに引いてなかったりはするんですが、まあ、この辺に関してはね、期限ないので、とりあえずキープしておこうかなと思います。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。